ボッカタオはカンボジアの武術。ラボックカタオ、ボッカタオとも呼ばれる。クメール時代の検討の様子ボックは、激しく叩く、タオはライオンを意味し、両方合わせてボッカタオはライオンを激しく叩くを意味する。サンキムさんによると、名称は2000年前にライオンが人々の村を襲った時、ある武人が膝の技でライオンを倒したという伝説に由来するという。 アンコール・ワット建造の頃から伝わる武術とされ、かつてはアンコール王国の軍隊で行われていたという。ボッカタオは東南アジアを支配したアンコール王国の強さの源泉と考えられ、12世紀終盤にはアンコール王国の王であるジャヤー・バルマン7世によって推奨された。しかし、アンコール王国の衰退とともに、ボッカタオは衰退していくこととなる。さらにその後のフランスによる、 植民地支配、ポルポトやクメールルージュ時代の弾圧によって、ボッカタオの運命は風前の明かりとなる。この失われつつあった伝統武術の復興を試みたのが、サン・キムさんである。キムさんは、すでの武術や創術、防術等を学んでいたが、ポルポト時代にタイに亡命し、その後アメリカ合衆国でハプキドウの師範として暮らしていた。しかしキムさんは、 自国の武術復興を志し、国内の情勢が安定した2001年に帰国。師範を集めて組織を整備し、2005年にそれまで名前が忘れられていたこのカンボジア武術をボッカタオと仮に名付けた。すでの武術に加えて、剣術、創術、防術といった武器術も持つ総合的な武術であり、体術には打撃、組技。 固め技からなる341の技が存在する。ボッカタオには自然界の動きが多く取り入れられており、特に竜、鶴、ワシといった動物の動きが多い。ボッカタオの道場にはバイオンの四面像、プラムバイオンを祀る神棚が設置されている。人々はクメール式の衣装を身につけ、クメール式の音楽が演奏される中で試合を行う。ボッカタオには 片稽古と試合が存在し、ムエタイやラウェイのように、試合の前には儀式を行う。かつて武術家は、魔除けのために入れ墨を入れていた。ABCD クリスクルデリ、167ページ、ABCDE クロマートラベルガイドブック、2012年9月21日、閲覧。ありがとうございます。